さあ、つば九郎の今日の一言を言いきましょう。さあ、皆さん面白かったら拍手をお願いしますね。スーパークラブジョンズーマンです。はい、昨日は奥川投手のナイスピッチングでした。そして、大木武さん、ナイスバッティングでした。今日のスポーツ紙がすごく楽しみでしたが、そうですよね、はい、全部嵐結婚かと思ったらデイリーさんはタイガースでした。さすがですね。はい、はい、その記事の上にサウスポーさんは忖度なしでした。でもね、裏一面とかね、二面三面その成長もあったんですね。はい、おめでたいことです。桜井君、相葉君、幸あれ。はい、幸せになってください。去年の風船花火のことはもう忘れます。すごかったですもんね。はい、それにしてもあのアイドル2人のお相手が一般人女性って、そうですよね、びっくりしましたね。はい、どんな一般人女性なのか、方なのか、どうやって出会うのか、一人も過去取り、つば九郎ね、つば九郎、はい、つば九郎、聞いてみたいです。そうか、つば九郎もシングルですよね。まだつば九郎には時期早々なのか。いやー、でもそろそろね、つば九郎、ヤクルトスワローズはセ・リーグのモンスターたちをガッツで倒し、はい、チーム一丸、嵐を起こして10月に桜が咲くよ。バンコミナさんと、ワンラブでハピネスになるでしょう。超うめえ。すごい、すごい。そんなチームとバンの皆さんに感謝感激。雨、つばくろ、なんかちょっと違うよ。うまいや、つばちゃん。これでよろしいですか。はい、ぜひつば九郎にも、はい、一般人女性よろしくお願いします。お待たせいたしました。両チームスターティングラインナップの